こんにちは、萌です。今回はですね、私が実際にやっている筆の洗い方と保存の仕方についてお話ししたいと思います。で、これは結構初心者向けかなと思うんですが、最近絵を始めた方でもですね、あまり知らないこともあるかもしれないので、ぜひ最後まで見てもらえたらと思います。はい、で、保存の仕方と言ったんですが、こういう風に種類によってで洗い方、保存の仕方少し変えた方がいいかなと思います。はい、で、実際にですね、私がやっている方法はまずこういう、今もう洗っちゃったんですけど、こうやってね、絵の具つけて使い終わったらすぐにこういう、私はこの瓶、空き瓶ですね、ジャムが入っていた瓶なんですけど、これを使って水を入れといてですね、すぐに水でこうやってゆすぎます。これは描いている時も描き終わった後も一緒です。まあ、次の色に移る時にですね、この色がついているとなかなか綺麗な色にならないので、しっかりここで洗ってから使います。または最後で洗うっていうことなんですが、こうやってこうするとね、だいぶ綺麗になります。たっぷりの水で洗うと綺麗になるんですが、やっぱりこうやってこの根元の部分に絵の具がたまることが多いので、結構ね、こうやって拭くと出てきます。なのでしっかりここで洗うんですが、ここでこのね、中でどういう風な動きをしているかというと、これこのまま上から、直角にですね、こうザンとこうやってやってしまうと、この毛がですね、バサバサにこう整わなくなってしまうので、そういう洗い方はやめてください。この中ではですね、どうやってるかというと、こう絵を描くように、絵を描く時の筆の使い方と同じように、こういう風に動かします。で、この時に絵を描くときはですね、あんまりこう根元の方までギューって押さえることってそこまでないんですけど、筆を洗うときはしっかり根元の部分までこういうふうに、ちょっとあまりにもギューってこう反対側にこうやりすぎると、この毛が傷んでしまうので、なるべくこうちょっとね、角度があんまりこうきつくならない程度に、これぐらいでこの根元を押さえる感じにして、ちょっとここの絵の具を絞り出すような感じでこういう風にね、洗います。で、今このオレンジ色の、液体が出てきちゃってるんですけど、これ、途中はですね、まあこれぐらいで違う色移っても問題なかったりするんですけど、最終的にこれをもう保存、もう乾かして、今日の絵は終わり、乾かして、終わりっていう時は、このままこのね、ちょっとオレンジ色がこの出ちゃう感じ、これで終わらずにですね、ちゃんと水道でしっかり、綺麗な水でですね、洗い流します。で、その時にも同じですね、ここに、水を当てるようにして、こういう風に押さえつけるようにして、ここの溜まった絵の具を出すイメージで洗っていきます。で、こういうね、オレンジ色、こういう色の水が出なくなったら、こういったキッチンペーパー、私はキッチンペーパーをおすすめします。すぐに捨てられるし、水を、吸い取る、すごく吸い取りもいいので、こういう風に吸い取ります。で、この時もさっきも言ったように、こう逆にこっち側に吸い取ったりですね、ぐちゃぐちゃぐちゃってしたりしないように、こうやって押さえる程度で大丈夫です。こんな感じですね。今ちょっとまだオレンジ色出ちゃってるんですけど、これが出なくなれば大丈夫です。そしてこれ乾かすときはですね、例えばバラバラってこういう風になってたら、このまま乾いてしまうので、この状態で乾いてしまうと、ここはね、どうしてもバラッと開いちゃうので、保存するときはあんまり完璧に水気を完璧に取りすぎなくてもいいです。ちょっと湿らせているぐらいで
こうやってあとは手で整えて、こういう風に整えてあげます。こうやってね、そうすると綺麗に整います。でこのまま乾燥させます。で乾燥させるときは、ここにね絵の具がたまりやすいもの、例えば大きいハケとかですね、そういうものはこういうのですね、こういうものの場合はこう吊るしてかけてこうね水を下に流れるようにする。そうして乾かした方がここにね溜まっているものが落ちてくるので、こう吊るして、乾かす方がいいんですが、こういう小さい筆の場合はまあこうね吊るせるなら吊るしてもいいと思うんですけど、私の場合は、こうやってね、まあ、これはちょっと乾いたものを入れてるやつなんですけど、こういう風に上向きにしてですね、こうやってかけとく、またはこういう汚れてもいいものの上にこうやって置いておくっていう感じです。でこの置いておく場合はですね、ちゃんと平らなところに置いておかないと、この筆がね例えばぐちゃぐちゃってなったところに置いているとその形が筆に移ってしまって、筆がね例えばこういう風に固まってしまうとか、そういうこともあるので気をつけましょう。なので筆にこの毛先にね触れないように、乾かすのが一番いいかなと思います。多分一番いいのはこう吊るす方法ですが、それだとねわざわざこうやってなんか洗濯バスみたいなのをこうやってやらないといけないの で、私はもう乾かないうちに毎日朝から晩まで書いてるので、結構、同じこれを洗った瓶にですねこう置いておくことが多いです。はい、で今平筆についてですねお話ししたんですが、例えば、こういうラウンドの筆、これも洗い方は同じです。洗い方は一緒で、根元をこういう風に押さえるようにして、ここに溜まった絵の具を出すようにこう洗っていくんですが、これもですね、例えばこれせっかく綺麗なのでちょっと濡れた状態にしてですね、例えば洗い終わった後、これもこう優しく拭き取って、あとは自分の手でですねこういう風に形を整えて乾かすのが一番いいと思います。そしてこれもよく質問いただくんですけど、極細の筆、例えばこれぐらい細い筆、これもねもう何回も使ってるのでもう普通には使えないボロボロの筆なんですが、例えばこういう筆ね、こうめちゃめちゃ細い筆、これをどうやって洗うかというと、基本的には一緒です。ただこれはですねあんまりこういう太いもののようにガシ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 洗ってしまうと、ここがね傷んですぐねこうやってバサバサになってしまうので、優しく洗ってあげてください。でこれも使い終わったらすぐにこの水でジャバジャバっと洗うのは一緒なんですが、ずっとここにつけておくっていうことはしないでください。そうするとどうしても床そこにですねこういう風になって、その形のまま固まってしまいます。なので癖がついてしまうので、ずっとこの中に入れておくっていうのはやめてください。他の筆もそうなんですけど、例えばこれぐらい太い筆とかだとね、そこまで何分か置いてる分には、影響あんまないのでですねいいんですけど、これだともうすぐ形が変わってしまうので気をつけてください。で洗う時も、この中でジャバジャバっと洗ってしっかりと、水道でね洗う時はこうやって、そこにこうやってギュッ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 ってつけるというよりは、手でこうちょっとこうねここの入ってるだろう、絵の具をこう押し出してあげる感じで、手でこうやって洗う方がいいと思います。こうやってジャバ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 洗ってもいいかもしれないんですけど、こう整えながら洗っていく方がこの細い筆はですねちょっと長持ちするんじゃないかなと思います。なんでこういうね細いものとかも、まあ、軽くここでゆすいでから、綺麗なお水で洗うときはこうお水を流しながらね、こういう風に手でこうやって綺麗にする。そして
綺麗にし終わったら、こういう風に水気を取って整えて置いておくっていう風にしてください。これこそですね、乾かす時もここに何も触れないようにした方がいいので、こうやって吊るすか、こうやってかけておくかっていう方がいいかなと思います。はい、こんな感じですね。私がいつも洗ってるのはこういう風にして、洗っています。いかがだったでしょうか。このね、極細筆を使っている方はですね、すぐにちょっと変になってしまうっていう方が多いので、この洗い方にも注意してもらえるといいと思います。はい、ということで今回は筆の洗い方と保存方法についてお話ししました。この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。